どうもアリスキテラです。今回はセブンナイツ2やっていきたいと思います。久々にセナ2の方をやっていきたいと思います。で、アップデートあったんですけど、なんかあれですね、新キャラの追加もなくて、まあ新しいものがなかったですね。またちょっとやっぱキャラの追加がないと寂しい感じがしますね。で、新ペットですねが追加されたみたいなんですけど、まあなんか遠いですよね。神話ペットはなかなか集めるの大変なんで、集めるっていうか合成が大変なんで、というわけで今回は、新しく始まったチャレンジダンジョンの方行きたいと思います。で、今277スコアの方がで、ボスの方が、深淵の君主カタストロフということで、行ってみたいと思います。で、使ってるチーム編成の方がこちらになりますね。盾役に神話アイリンで、回復役ですね、ヒーラーと、あと防御性能を上げるためにイアンですねと、アタッカーに神話ユキでいきたいと思います。装備とかはこんな感じになってます。あ、すいません、ちょっと今いけないですね。そしたら、条件の方を、一番多分上げるとまずいのが、いつも紹介してるんですけど、ここですね、攻撃力上昇、ここはやばいと思うんで、振ってないです。で、あと次やばいのがこのポジティブバフ解除、ここも結構やばいですね。バフ解除されると、ダメージ免疫とかいろいろ貼るんですけど、それが消されちゃうんで、とりあえず、HP 回復を減らして280ぐらいを目指していこうかなと思います。280目指して、じゃあ行きましょうか。レッツラーゴー。成長ダンジョンとかの方を追加して欲しかったな。なんかやることが微妙にあれなんですよね。セナツ。じゃあカタストロフ行きましょう。真ん中打って、右打って、究極打って、左打って、真ん中、右、これでペット打ちます。あ、結構あっさり、あっさりクリアしましたね。280、結構楽勝でしたね。というわけでクリアタイム27秒ということで。いや、結構キャラも育ってきたんで、あっさりいきましたね。回復されないと結構楽ですね。285をクリアできなかったんで、何回かやって2、3回やったんですけど、というわけで280までとりあえずいけましたね。まだ初日ということもあって、3位ぐらいの成績ですね。まあとりあえずいけるとこまで頑張って上げていきたいと思います。というわけで、早く終わったんで、じゃあ、ついでに試練の迷宮の方も行きましょうかね。試練の迷宮は、10ステージまでやってるんで、11から行きたいと思います。編成は結構適当ですけど、アイリーンと、バフ兼回復要因にフィーネ。で、アタッカー枠に神話雪と神話エースで行きたいと思います。じゃあ、レッツラゴー。さすがに新キャラの追加があると思ったんですけどね、なかったですね。1ヶ月もう新キャラが来てないということで、だいぶ寂しいですね。さあ、ここは特に強化されてるスキルないはずなんでいけますよね。11は本当いいゲームだと思うんですけどね、セブンナイツ2。よくできてるゲームだと思うんですけどね、やっぱりちょっとあれですよね。ねえ、やり方の問題ですよね、やっぱり。さあ、ステージ12。
ここも何もないはずなんで楽勝のはず。オッケー、じゃあサクサクいきましょう。ステージ13。ペット派遣システムが楽になりましたね。うん、ペットあれすげえめんどくさかったけど、一括で派遣できるようになったんで良かったですね。あとはやっぱりアリーナの相当機能がどうしても実装してほしいですね。うん。特になんかタッグマッチ、あっちは、通信異常とかで結構落ちることあるんで、それを考えると、相当があれば、一瞬で終わるんで、まあ通信異常とかの影響を受けないと思うんで、相当機能はつけてほしいな、アリーナ。わざわざ弱いキャラにしてやってるから今、アリーナのミッションをこなすために。あ、ステージ、ここは何かしらあるかな？何かしらあるか？ちょっと誰狙おうか、これ。フィーネが回復するからフィーネ落としたいけど、これ、大丈夫？落とせる。オッケー。あ、大丈夫ですね。大丈夫そうですね。何かしらギミックあると思うけど、オッケー、ここも大丈夫。じゃあステージ14。あ、こんなんあったっけ？白鳥がめんどくさそうかな？いや、これ危ねえな。ちょっと危ねえな、ちょっと。大丈夫。OK、ボルト落とした。あっと爆発してやられ、自爆でやられたな。白鳥でも残ってる。白鳥だけ。いけるか、なんとか。ギミックがなければいける。さあどう、白鳥を倒せるのか。まだこれ復活残ってるか、白鳥。あ、復活ない。 OK、 ちょっと焦りましたね、ボルトの呪縛で。アイリーン、シンアイリーンやられましたね。ステージ16ですね、じゃあ。ここはギミックないかな？ああ、サクッと いけそうかな、これ。いけそうですね。手を一体、OK。ギミック、特殊効果がないと、あれですね、サクッと終わりますね。ステージ17。何か食らってるな、フィーネが。大丈夫か、左打って。オッケー、ここも楽勝。じゃあ次、もう全く覚えてないけど、ステージ18。縁があるぞ。これなんだっけ、これは何か対策がいるな、これ。ちょっと待ってよ。
全員近づけてって感じかな、これ。ちょっと待って、ダメージが通ってないな、これ。円に入れないとまずいやつか。ここか、ここに行かないとまずいやつだな、多分。この辺りに。円を重ねればいけるやつか。誰だ、誰から行こう。レンにダメージ取ってる。レンから倒そう。あ、アイリンも倒せそうだな、これ。いや、ちょっとあれか、これ。アイリンからいけるか。ちょっと円がずれてるか、これ。いや、微妙にあれだな、ちょっと。一体も落とせないぞ、やばい。円の重なりが微妙か。OK、一体落とした。レンは落とせるか。レン落としたい。いい感じでダメージが通ってるな、これ。このまま、行きますか、このまま。位置がいい、今多分。いや、これちょっと待ってよ。離れたか？離れちゃってんな、これ。カールのとこまで呼ぼう。オッケー。オッケー、とりあえず、オッケーでしたね。また、円を重ねて、行けば行けたはずですね。じゃあ行きましょう。ステージ19。二つの円があるんで、それを重ねて、円の中で倒せばダメージが通るという感じでしたね、確か。ステージ19はどうだっけ？何も覚えてねえな、これ。全然覚えてねえな。こんな編成あったっけ？スコットが何かするんだっけ、これ。あー、領域がなんか来てる。ちょっと逃げようかな、これ。シャイあたり。これなんだっけ、この領域は。全然覚えてねえな。とりあえずなんか、いけそうな感じは漂ってるな。復活が、あ、なんかフレアとか言ってるけど、大丈夫？シャイから落とすか。キャスパー行って、オッケーオッケー、スコットのみ。あ、オッケー、行けましたね。もう火力でゴリ押ししてる感じあるけど。じゃあ、ラストステージ20。さあ、20はどうだったっけ？全く覚えてねえな20の方は？いや、こんなやつあったっけ？全然覚えてねえ。あ、ちょっと待って、ちょっとこれやべ、なんか領域できてる。あー、これなんかすげえ難しかったなイアンから落とすか。あ、そうか、これ。この中に入れて落とさないとまずいんだった。そうだ、そうだ。この領域に入れないとダメージが通らないんですよね、確か。あ、でもこれ通ってねえな。ちょっと待って。入るしかねえか、これ。誰行けばいいんだ、これ。いや、これ通ってねえ。ちょっと中に入ろう、もう。中に入ろう。しょうがない。いや、通ってねえな、これ、ダメージが。ちょっと待って、ダメージが通ってねえ。メルキルあたり、どう？あ、まずい、これまずい。ダメージが通ってない。これ、中に入れるんでしたよね、確か。違ったっけ？レイチェルとかは？誰から倒せるんだっけ、これ。全然覚えてねえな。イアンか、ペット撃ちます。いや、全然削れねえな。なんだったっけ、これ。全然削れてね、中に入れて倒すんじゃなかったっけ？確か。中に入れて倒すんだよね。あー、やられちゃった。あ、そうか。ちょっと待ってよ。いや、これリトライしましょうか。ちょっと出ましょう。忘れちゃいました。これどうすんだっけ？
中に入れないと消滅を決めないといけない感じだったような気がするな。なんで倒すときにですよね、あの円の中に入れとかないとダメとかそういう系でしたよね。ちょっと待ってよ、ギミックを見ましょうね。神話レイチェル、味方全員に解除不可能な認識不能効果を与え、味方が生存している場合自分に解除不可能な不死効果を与えます。メルキルは自分に戦闘不能時に復活効果、ああ復活ね、復活、ああそうか、これ全員復活か。追加で防御型のキャラクターのダメージ、味方全員に無敵、あ、防御型からのキャラのダメージを受けた時に無敵なんだ。じゃあ、アイリーン使えないじゃん。そういうことか。オッケー。じゃあ、誰で行けばいいんだ、これ。あ、神話レイチェル使えばいいかな、これ。神話レイチェル、あ、ちょっと待って。ユキもいるから、こっちを変えるしかないな。いや、もう、これでもいいか。防御型を使わなければいいんで。あ、イレニアさんどうですか、これ使ったことないけどレベル50大丈夫かな。50いけるかな。まあ、ちょっと敵、いやーまずいかなこれ。あ、これ装着できる、怒りの方がいいかな。まあ、装備はだいぶ適当だけど、これでいってみましょうかね。OK。じゃあ、これで無敵はもう通らないはずなんで、今度こそ、いけるでしょう、多分。イレニアが落ちなければ。じゃあ、やっぱイアンから落としますかね。で、これ、ここまで持ってきて、イアンを呼んで、イアンから行こう。いや、これイアン入ってる、これ。ちょっと待って、イアン。いや、結構かっけえな、これ。ちょっと待って、ペット撃ちます。あ、こんな硬いんだ。いや、これ本気で行かないとダメだな。イアンが落とせねえや。いや、これまずい。この位置はまずいな、しかも。削って、そろそろ引っ張りたい。そろそろ引っ張りたい、これ。イアン引っ張りたい。あ、回復されちゃってる。ペット撃ちます。フィーネが持つか、ちょっと。イアンどこ行った今。イアン外にいるのかこれ。イアンまた外にいるかこれ。ちょっと待って。フィーネが落ちるしかも。イアン中に入ったな。あー、フィーネ落とされたか。しまったー。イアンは落とせたけど、これ回復ないから厳しいか。これメルキルは入ってるこれ。メルキルそのまま落とせるか。ディアナも落とせるかなこれ。入ってるよねこれ。入ってねえな、これ入ってねえか。この辺で、ディアナ落として。いやー、落とせない。回復されちゃうな、これ。メルキルはどこにいんだ、これ。いや、これ入ってるかな、全員。ディアナ落としたいな、ディアナ。いや、ディアナそっち行っちゃったか。ちょっと待って。メルキル。やばい、時間的にやばい、これ。メルキル落として。メルキル入ってるよね、これ。なかなか落とせねえな。いやー、ちょっと落とせないな、これ。やっ。あ、ここで落としたらまずい。あ、てかもう時間が時間が無理だ。リトライしますか。いや、思った以上に苦戦しちゃってんなこれ。
やっぱり神話レイチェル使いますかね。イレニアはちょっと舐めすぎちゃったかもしれない。レベル60だったらイレニアも結構使えると思うんですよね。じゃあどうしようかな。ユキも強いんだよな。まあ、ここはとりあえずテオにしましょうかね。あ、そうか。別に神話キャラ3体使えるのか。アリーナじゃないから そうか。じゃあこれでいけるかな。エース戦闘の方がいいか。で、神話レイチェルは本気装備でいきましょう。アイリーンにコゼット、これなんだっけ、これはやられることないと思うんだけど、攻撃装備にしよう。スカイトリアでいいかな。無気力もいらないか、エース。あ、これしかないな。うん。これでいいかな？これでいきましょうかね。じゃあこれで、今度こそ、いけると思います。じゃあ、ラストいきましょう。ああ、大丈夫か。探知は必要ないか。いや、思った以上に硬いな。硬かったな。今度はいけるっしょ。ちょっと待って、これイアンを連れてきたい。イアンを入れたいな。オッケー。この位置で倒そう、とりあえず。ペット打ちます。いや、これフィーネやべえか。大丈夫か。危ねえな。イアン落としたい、とりあえず。あっと、回復めっちゃされたな やばい。これちょっと待って、フィーネ落とされそうじゃん。まずいぞ。イアン落として、とりあえずイアン落として。オッケー。ディアナはどこだ。ディアナ、メルキルは、いや、これちょっと場所が悪いか。ディアナどこいんだっけ、これ。ディアナをこの辺に入れたい。引っ張りたい。ちょっと待って、ディアナどこだ。いや、ディアナちょっと遠いな。メルキルは、いや、メルキルもだいぶ遠いな。ちょっと待って、やべ。あー、フィーネ落とされたか。まずい。ちょっとこれ入れたいんだよね。入れたい。もう中に入ってやっぱりやった方がいいか、これ。メルキル。あ、ちょっと、メルキル、ちょっと、ディアナから行こう。うわ、ぐっちゃぐちゃだな。ディアナ落とそう、とりあえず。オッケー、落とした。じゃあ、メルキルだ、次。メルキルに合わせて、じゃあ、ある程度、これメルキル入ってるかな？なんか入ってるな、これ。入ってますよね、これ。メルキル。円の中に。このまま落としましょう。落とせるはずだ。オッケー。じゃあ最後、レイチェル。
レイチェルも中入れないといけないんだっけこれ。いや時間的にやべえなこれ。フィーネが落とされてるんで。いやこれ復活っていうか回復入りますね。30秒でこれやべえんじゃねえか。厳しいかこれ。厳しいかなこれ。ちょっと勝ったいな。しかしいやこれ引っ張らないとまずいか。引っ張ろう。引っ張らないとまずいと思うんで引っ張って残り9秒。あっと回復されたか。ちょっと待って、やばい。ユキさん落とされたんでこれ万事休すだな。うーわ、リトライします。めっちゃ苦戦してんじゃん。やっぱイアンから落としたいよね。イアンから。いいねが入ってんだよこれ。イアンの位置はまずいな。ちょっとまずい。イアンを引っ張らないと。ペット打ちます。イアン落とそう。うわイアンがまた落とせない。イアン落としたよ。 OK。 じゃあディアナだ。ディアナ、ディアナ行こう。ちょっと待って、ディアナの位置、ちょっとディアナの位置。ペット打ちます。めっちゃ回復されんなこれ。ディアナ落として、ディアナ落として、オッケー。じゃああっとちょ待って、これフィーネが、あまたフィーネが落とされてる。まずいこれ。メルキルは中にいるかな。これこのまま落とそう。オッケー。じゃあレイチェル一体、そうこれレイチェル入ってるよね。これあれどこだっけ、レイチェル。いやちょっと待って、これ不安だな。ちょレイチェル、こっちおいで、こっちおいで。よしここで倒そう。よしもう最後はここの中で行くか。いや神話駅だけちょっとずらしとこう。さあ残りあと少し。回復される前に倒したい。回復される前に倒したい。どう？オッケー、いけた。よし、やっといけたわ。うわ結構むずいな。というわけでなんとかステージ20の方法クリアできましたね。なかなか敵が硬いですねここね。ちょっと真剣に考えてやった方がいいかもしれないですね。というわけで、また何かありましたら動画の方を上げていきたいと思います。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。